ウイ・ミチコは、日本の行動心理研究家、地域振興コンサルタント、評論家、先生術師。愛称は、ウイ・チー。旧名、佐藤・ミチコ。父と、おじは、婦人会、母は、司会。東京都立小石川高等学校、明治大学小学部小学科を卒業後、1957年4月、TBS 入社。編成局アナウンス部に勤務。 1960年7月、TBS を退社、行動心理研究家として独立。1966年、松下電気産業と宣伝、販売店教育契約。1969年、日本テレビ、朝のワイドショーで評論活動を開始。1978年、日本テレビ、昼のワイドショーなどに出演。1983年、 ユカ研究センター所長に就任、商工会、商工会議所講師として、全国で、講演開始。1986年、豊かな心と話し言葉の会主催。1987年、NHK 民放各局のアナウンサー体験者による、女性講師集団、SAT を結成、主催。1988年、新州短期大学経営学科講師。 1989年、鳥取県21政策構想フォーラム委員就任、知事付きアドバイザーを務める。1997年、厚生省移植機関公衆衛生協会主催、保健所職員機能強化研修に、有の木発送法を採用。1998年、商工会女性部ビジョン策定委員会委員長に、就任、答申案策定。 PHP 公式サイトに、ウィッチーの星占いを解説する。2004年、ユカブランチを設立、講師スクールを発足させる。Web NDL Authorities。2014年7月21日閲覧。ABC 東京放送編、3放送関係7。アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、236ページ、2002年1月。 1957.45期生、佐藤美智子の功を参照。ABC 東京放送編、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史ハイブリッド検索編、東京放送、11ページ、2002年1月。57.45期生、佐藤美智子の功を参照。とにかく人生、笑いが重要、笑えば儲かりま、スベンソントピックス。スベンソン。 2014年7月21日へ閲覧。ありがとうございます。